鎌田大地。今季ラツィオで苦しんだ日本代表ミッドフィルダーのイングランド上陸がついに発表されましたね。鎌田大地、クリスタルパレス移籍。プレミア中堅クラブながら過去11年間一度も降格したことがなく、昨今は強力なカウンターアタックで時にビッグシックスをも苦しめるプレミアの優に鎌田が加入するということで、来シーズンのプレミア所属日本人はこれで4人目となり、大いに盛り上がることは間違いありません。しかし今回の鎌田の移籍発表までにはラツィオとの新契約締結で合意に達したとも報じられた中で、急転直下のアダンニータンを発し多くのドラマがありました。そこで今回は鎌田大地のクリスタルパレス移籍までの一連の騒動に焦点を当て、ラツィオ残留濃厚と言われたところから一体彼に何があったのか見ていきたいと思います。鎌田の移籍といえば、サッカーラツィオに入団するにあたってもその直前まで様々なドラマがあったので、まずはそこから振り返っていきます。鎌田は2223シーズンまで約5シーズン所属していたブンデスリーガのアイントラハト・フランクフルトでは、公式戦通算179試合出場で40ゴール33アシストという成績を残し、特に2122シーズンはチームのヨーロッパリーグ制覇に大きく貢献しました。その後2223シーズンでも PK キッカーを任されるなど、チームの絶対的中心として中盤に君臨していましたが、そんな恵まれた環境下でも鎌田はさらなる成長を求めて移籍を決意。2223シーズン終了後に契約満了でフランクフルトを退団すると、一時はセリエ A の名門 AC ミランと契約締結間近まで迫っていました。しかし直前になって獲得を進めてきたミランのテクニカルディレクターパオロ・マルディーニとスポーツディレクターのフレデリック・マッサーラが補強方針をめぐってアメリカ人オーナーのジェリー・カルディナーレと対立。これによって2人はクラブを退団し、事実上の解任となったところから鎌田の移籍話も大きく流れが変わってしまったのです。ミランでは2人の代わりに CEO のジョルジョ・フルラーニとチーフスカウトのジョフレ・モンガラが補強の責任者となった後も、当初は鎌田の獲得方針は変わらないと伝えられてきましたが、セリエ A では各クラブ2つしかない EU 圏外選手獲得枠の問題が浮上。その中でミラン側はチェルシーからイングランド代表ミッドフィルダールベン・ロフタスチークを、ビジャレアルからナイジェリア代表ミッドフィルダーサムエル・チュクエゼを優先候補とし、鎌田の獲得を見送ることにしたのです。これにより鎌田は合意間近に迫っていたミラン移籍が直前で破談となってしまいました。これにはフルスフランクフルトのマルクス・クルーシェスポーツディレクターも意外だったようで、イタリアメディアスパルトイタリアの取材に対し、鎌田のミラン移籍が破談になったのには驚いている。具体的には大地がどう決断するか見なければならない。それは彼の個人的な決断だと語るなど、契約締結間近で破談を経験し行く後をなくした鎌田でしたが、このタイミングであの名門クラブが声をかけます。ラツィオ。セリエ A ローマに本拠地を構える名門は、それまでチームの中心を担っていたミッドフィルダーセルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチがサウジアラビアのアルヒラルへの移籍で退団してしまい、その後釜として鎌田に白羽の矢を立てたのです。鎌田は当初のラツィオの補強リストとして上位にいたわけではなかったものの、フリーで移籍期限がかからないことも功を奏し、急転直下でラツィオ入団が決まることとなります。新天地決定まで約2ヶ月の時間を要した中で、その間の心境を聞かれた鎌田は、すごい焦る部分やいろんな感情がありました。思ったよりかなり時間はかかったけど、最終的にこのクラブに来られて幸せです。ここでいい仕事ができれば来たことが正解だったと言えますから、そのように頑張りたいですと前を見据え、ラツィオでの活躍を誓いました。しかし彼のセリエ A 初挑戦は苦難の連続となっていきます。鎌田の新天地となったラツィオの指揮官は、セリエ A でも屈指の戦術家マウリツィオ・サッリ。現代の可変システム全盛の時代に普遍の 4-3-3 を貫きながら、短く速いパスを駆使したポゼッションを基盤とした彼の攻撃的なフットボールはサッリボールと呼ばれ、かつてワールドカップを制覇したスペイン代表になぞらえながら、縦のティキタカとも言われる非常に特徴的な戦術であり、これに適応できるかがラツィオに来た鎌田にとっての鍵となりました。そうした注目が集まる中、セリエ A 開幕から4試合連続スタメン出場を飾った鎌田でしたが、その開幕4戦で3敗と出だしからつまずいたチーム状況に指揮官サッリはスタメン変更を決断。10番ルイス・アルベルトを左インサイドハーフとしてチームの中心に据え、鎌田の置いていた右インサイドハーフにはフィジカルが強いマテオ・ゲンドゥージを起用するようになります。現地報道によると、鎌田はフィジカルが強くないとみなされているようで、左インサイドハーフとして絶対的レギュラーに置かれているルイス・アルベルトも同様にフィジカルは強くなく、テクニックや攻撃時に創造性に強みがある選手のため、鎌田とルイス・アルベルトも両インサイドハーフとして同時起用するとフィジカルが弱い同士で守備面でのバランスが悪いとサッリは考えていたのです。また指揮官が鎌田を積極的に起用したがらない理由はそれだけではないことも明らかになります。セリエ A 第26節フィオレンティーナ戦に敗れ8位へ交代した試合後、チームが不調の中でもスタメンを固定して入れ替えようとしない指揮官に対し、イタリアメディアからほとんど起用できない選手を置いておく贅沢をする余裕はラツィオにはないのではと起用法に疑問を投げかける質問がされると、サッリはそれぞれが責任を負うべきだ、クラブは7月の時点で誰を補強する
かに関して明確だった。私が A を求めても C と D から選ばなければならないのであればかなり明らかなことだろうと弁解。補強が自身の希望とは異なるものであったことを改めて示唆したこの発言は大きな波紋を呼び、このサンリーの発言に現地メディアは、監督はベストの11人をピッチに送り出すためだけでなく全ての選手のクオリティを生かし、プロジェクトに含め彼らの価値を高めるために高額の報酬を支払われている。敗れた試合後に一部選手を放り出し望まないその場しのぎだったと感じさせるのは彼らを鼓舞するのに奇妙な方法だと球団するに及びました。いずれにせよ鎌田は指揮官サンリーにとって望んだ補強ではなかったことがほぼ明らかとなり、このまま出番を与えられない不本意なシーズンを送って今季限りでの対談が濃厚となることが大方の予想となっていきました。しかしそんな鎌田にここで思わぬ転機が訪れます。ラツィオはチャンピオンズリーグでバイエルンに敗れベスト16敗退。リーグ戦でも9位と深刻な低迷が続く中、セリエA第28節のウディネーゼ戦終了後、指揮官マウリツィオ・サッリが突然の電撃辞任を発表します。これまでそのキャリアで辞任をしたことがなかったサッリが突如キャリア初となる辞任を決断したことはイタリア中に衝撃を走らせ、イタリア紙コリエレ・デロスポルトによれば 4,5 人のベテラン勢が撤回を求めたものの、一部の選手が自身が監督であることを望んでいないと思い込んでいたとする指揮官の意思は固く、アシスタントコーチを務めるジョバンニ・マルトシェルロが暫定監督を務めることとなりました。こうしてサッリはラツィオを退団したわけですが、その後新監督として招聘されたのがクロアチア人監督イゴール・トゥドールであり、彼の登場がカマダにとってラツィオにおける立場を激変させるきっかけとなっていきます。トゥドールは現役時代にユベントスやクロアチア代表で活躍し、ガラタサライ、ウディネーゼ、マルセイユなどの監督を歴任したほか、2021シーズンはアンドレア・ピルロが率いたユベントスのアシスタントコーチも務め、システムは3バックを好み3-4-2を基本布陣として採用、ワントップの後ろに2シャドウを据えるなど、カマダにとってはかつてフランクフルトでその才能もいかんなく発揮した時に近いスタイルが採用されることは明らかな追い風となります。トゥドールは就任後24年に入ってからは出番をほとんどもらえていなかったカマダについて質問されると、私は個人については話したくない、全員を評価していかなければいけないと答えたものの、初陣となったイベントス戦で早速カマダをボランチでスタメン起用すると、互いに膠着状態のスコアレスで迎えた後半アディショナルタイムにマルシッチの劇的なゴールにより初陣での勝利を飾りました。それ後トゥドールは就任会見では触れようとしなかった鎌田個人についても記者から質問があれば、正直に言って彼は以前のサッカーよりもこのサッカーの方が向いている、最近見せた他のクオリティもありとても気に入っている、彼にはゴールを決める能力があり中盤の選手として違いを生み出せるスキルがある、私は彼が明るくて熱心である姿を見た、試合で見てみようと思うとボランチに置かれてもシャドウに置かれても安定したさばきと適切な判断力を見せながらタイミングよくボックスに侵入して得点を挙げる鎌田の能力を評価しました。するとその後鎌田はリーグ戦9試合連続先発出場を果たすなどして最終的にリーグ戦7位でヨーロッパリーグ出場を決めたラツィオの追い上げに主力として貢献。セリエA第34節ベローナ戦に勝利した試合後のインタビューで指揮官は鎌田について、我々は何もしていない、彼はおそらく前監督のサッカーに向いていなかったんだ、私にとっては素晴らしい選手であり様々な役割をカバーできる、彼は非常に強いメンタルを持っていてディフェンスの前でプレーすることももう少し攻撃的にプレーすることもできる、決して諦めず頭の中にコンピューターが入っているようだ、おそらく心理的な観点から言えばチームに大地が10人いるのは全ての監督にとっての願いだろうとこれ以上ない言葉で絶賛。そして最終節を前にした記者会見では、鎌田の意思は残留だ、近日中にクラブと話をする必要があるが彼は残りたいと思っている、我々はこの件が早く解決することを望むよと鎌田が来季もラツィオでのプレーを望んでいると明言するなど、来季も主力として考えているトゥドールと鎌田の間には確かな信頼関係が築かれているようでした。さらに時を同じくして鎌田と同ポジションを争っていたラツィオの10番であり司令塔ルイス・アルベルトが第32節終了後のインタビューで突然シーズン終了後の対談を口にしたことでラツィオに激震が走りました。ルイス・アルベルトはラツィオでの将来について尋ねられると、プロジェクト？わからないけどこれが僕の最後のシーズンであるのは分かっていると今季限りでの対談を示唆。さらにクラブにはすでに契約解除を求めている、これ以上ラツィオから1ユーロだってもらうつもりはない、このプロジェクトはすでに話し合われていてクラブはその分のお金を他の選手に注ぐことになるだろうと、現行契約を27年6月まで残り3年を残す中での突然の対談発表は関係者を大いに驚かせます。当然指揮官はこのことについても記者から質問されますが、ルイス・アルベルトのことはコメントしたくない、彼はクラブと話して対処するだろう、私としては彼は良いプレーをしていた、パフォーマンスには満足している、こういった話はクラブの外でするべきことではなく内部でやるべきことだとプレーは評価しつつも、まだ話し合いがなされている段階で何も決まっていない去就問題をいきなり外部メディアに向
向かって選手が勝手に発言する姿勢には苦言を呈しました。ルイス・アルベルトはサッリ指揮下では絶対的なスタメンとして君臨していましたが、トゥドール就任後は11試合で5試合をベンチスタートになるなど、新指揮官の起用法の中では不満があったのかもしれません。いずれにしても鎌田にとっては強力なライバルが対談するとなれば、クラブ内での立ち位置をさらに確固たるものにできるチャンスが到来したといえる状況になりました。そうして鎌田は昨年締結した契約延長オプションの行使に向けてラツィオとの交渉に入り、口頭合意が報じられるなど、誰もが鎌田のラツィオ残留を疑わなくなったその時、まさかの知らせが日本のサッカーファンを驚かせることになります。鎌田大地、ラツィオ残留破談。残留濃厚とされていた見通しから言って、鎌田とラツィオは契約更新せず、クラブに別れを告げると報じられたのです。その理由について当初、ラツィオ専門メディアによると、契約解除条項の金額についてラツィオは2000万ユーロ前後の放出条項を望んでいたのに対し、鎌田はより低い金額を要望したとして、両者の間に溝が生じることになった点を挙げました。すると、ラツィオのマリアノ・ファビアーニスポーツディレクターは、クラブ公式メディア、ラツィオスタイルラツィオのロングインタビューに応じ、鎌田の交渉が決裂に終わったことを明かしつつ、その背景を何度も繰り返し言うが、選手たちがラツィオのために奉仕しなければならないのであり、ラツィオが選手たちのために奉仕するのではないと、選手がクラブのために奉仕するべきとの自身の考えを強調した上で、特に鎌田について言えば、昨年ルイス・アルベルトが退団を希望し合宿を欠席するなどの問題があったため、我々は彼を獲得しようとした。似たような特徴を持った選手で、サッリーからもゴーサインが出たと、サッカーの鎌田の獲得はルイス・アルベルトの退団の可能性を懸念してのものだったという前提条件を振り返りました。そしてサッカーの交渉において鎌田側が希望した1年契約に選手側のみが行使可能な3年間の延長オプションという明らかに選手側に優位な条件にも譲歩してこれを認め、経済的な面で出し惜しみをしたわけではないことは皆さんもお分かりだろうとファンへの理解を促しました。しかし延長オプション行使の期限が迫る中、鎌田側の代理人が要求したのは当初の契約の条件であった3年間の延長オプション行使ではなく、また1年前と同じように1年契約で再び選手側に有利な一方的な延長オプションの条項を付帯させることでした。この要求に対してラツィオスポーツディレクターは、我々は非常に無礼な行為に直面したよと怒りをあらわにし、私はゆすりのような行為を許すタイプではない、そこで私は穏やかにこんなゆすりのような話は議論することすら関心がないと伝えた。なぜなら言った通りにしないのなら退団するという話だからね、心配せずに退団すればよい話だと返し、交渉は破談に終わったことを明かしました。さらに同じくラツィオのクラウディオ・ロティート会長もイタリア紙のインタビューで怒りを表明すると、我々は脅そうと思っている選手たちにはうんざりしている。我々はラツィオが到達点になるようなユニフォームに愛着を持つ選手を求めている。鎌田については1年間の契約延長と契約時のボーナス250万ユーロを要求された。傭兵であると判明した選手は全員追い払うと強い言葉で厳しく糾弾しました。この一連の報道について、6月の日本代表のトレーニング後の取材で鎌田は自身の口でインタビューに応じると、去年もあそこまで出てて結局サインできなかったので、サインするまで移籍後とは何があるかわからないと思いますけど、ラツィオを離れるのは 100% ということだけですかね、今言えるのはと、サッカーも合意間近で破談となったミラン移籍になぞらえながら説明し、元から残る予定だったんですけど、イタリアはイタリアらしい、特にラツィオの会長はイタリアの中でも有名で大変なんで残るつもりでいたし、監督にも残るって伝えていたんですけど、交渉がまとまらなかったと、あくまでも本人もラツィオに残留することが第一希望であったことを主張。自分は単年契約だけを求めていて、お金は十分もらっていたので何も要求はしなかった、そこがうまく噛み合わなかった、代理人がどうチームに話しているかわからないですけど、僕は単年契約だけを望んでいましたと交渉決裂の裏側を明かしました。また今年に入って何回も今の監督とも話をしていました。ラツィオの監督は自分をよくしてくれていたので、サインをしてほしいって何回も時間を重ねて話し合っていました。離れることが決まった時も連絡をして、監督とは嫌な別れ方をしていません。またどこかで巡り合わせがあって、どこかで一緒にやれたらいいなと思える監督でしたと、トゥドールへの感謝も述べるなど、辛辣な言葉を並べて怒りをあらわにしたラツィオ陣営とは対照的に、あくまで鎌田らしい冷静で淡々とした口調で語りました。すると鎌田の破談に失望したのか、ラツィオの指揮官トゥドールも今回の移籍市場での補強方針をめぐってクラブとの対立関係からラツィオ退任を発表、就任からわずか3ヶ月で電気辞任することになったのです。鎌田のラツィオ破談までの一連の騒動をめぐっては、一部のファンから鎌田側や代理人が過度な要求をした悪者として批判する声がありましたが、これは両者の立場を理解すれば必ずしもそうとは言い切れない面があるはずです。確かに単年契約を結んだところで、クラブ側にとっては1年後にはフリーで
で移籍するかもしれませんと言われているようなもので、移籍金で儲けることもできず旨味がありません。サッカーの契約時は状況的にも例外的に単年契約という選手側の希望を飲んだとしても、サッカーの3年の契約延長オプションという約束を保護にして再度単年契約を結んでほしいという鎌田側の要求はクラブにとって面白くないというのは理解できます。しかし鎌田側にとってみれば、今季のようにベンチを温めるだけの買い殺し状態を経験した中で、クラブの要求通り複数年契約を相に結んで、さらに高額な契約解除条項までつけられてしまうと、今度は他クラブへの移籍すら叶わず、全盛期としてプレーできる重要な期間を何年も棒に振るリスクを抱えた決断であり、一部のファンから批判されているほど無理な要求をしたというわけではなく、両者にとって譲れない事情があった上での致し方ない破談とも思われます。一方で鎌田は、ただ違うチームもそれ以上に自分を求めてくれている監督もチームもあったので、サッカーとはこういうものかなと、仕方ないという感じですねと、クラブ名こそ明かさないものの、すでに有力な移籍先と交渉中であることを明かしました。その移籍交渉先というのがクリスタルパレスで、つい先日正式発表されたプレミアリーグのクラブだったのです。クリスタルパレスのスティーブ・パリッシュ会長は鎌田との契約について、大地は並外れた才能の持ち主、ここ数シーズン欧州最高級の攻撃的ミッドフィルダーだったし、その経験や技術、献身性はこのチームをより良くする素晴らしい補強になる。大地が多くの選択肢からパレスを選んだことを嬉しく思うよ。パレスのファンは今後の数週間、数ヶ月、そして何年にわたってセルハーストパークでの大地でのプレーを観戦するのを楽しむことになるだろうと、加入への喜びを表現しました。そんな移籍が決まった鎌田ですが、彼にとって移籍という環境変化はその度にキャリアに大きな影響をもたらしてきました。というのも鎌田は練習でも試合でもひょうひょうとプレーする性格で、それによって新しい環境で監督や周囲の人間から理解されず冷遇されるということをこれまでの移籍でも繰り返してきているのです。時を遡り、鎌田にとってプロ初のキャリアとなったサガン鳥栖に入団する場合、高校3年生の練習生として鎌田が練習に参加した時、当時サガン鳥栖にいた元日本代表フォワードバンドリュージに、なんだその腰パンはと叱られ、さらに別の選手からも、んじゃあお前はやる気ねえなら帰れよと大目玉を食らうことがあったといいます。鎌田は当時を振り返り、もちろんやる気はあったんですよ、それなのに怒られてしまってと言いつつも、内心では絶対にこんなチームには入らんわと思っていたんだとか。それでも鎌田は鳥栖に入団することになると、徐々にプレーで見返して活躍し、夢だった海外移籍を果たしました。しかしそうして渡ったドイツのフランクフルトでも、当初は同じように周囲から理解されず苦しんでいます。鎌田はダゾーンのフットボールタイムに出演した際、淡々とプレーするその態度に、表情で損しているのではという話題に対し、多分 9.5 割は損していますね、1年目とかやばかったっす、いじめられてるんじゃないかってくらい、ウォーミングアップとかも俺一人だけやり直しさせられたりだとか、フィジカルコーチとかも何か自分が仕事してる感を出すためにとりあえず注意したりとか、とりあえず俺のことを言っとけみたいな。1年目は試合も出てへんし、20歳とか若かったから、俺はそれに対してずっと長谷さんにキレてましたね、なんなんあいつって。長谷さんにはそれをずっと言われていて、もっとやってる感出すだけでいいからやれって。でも俺はそんなんはプライドが無理なんで絶対やらへん、俺が変わるんじゃなくてこいつらが変わるからと思ってました。そうしたら今とかは何も言われないっす。僕のプレースタイルはあんまり外からは評価されづらいですね、監督とか選手たちはすごい理解してくれていますと、自身の振る舞いが誤解を生んでいたことは自覚しながらも、自分を変えることはプライドが許さないとして自らの在り方を貫いていきました。一方で、でもそういう態度をしていて結果が出されへんかったらただダサいやつになるから、めっちゃいつも緊張してますけどね、こいつらを見返さななと思いながらと話し、そういった逆境だからこそプレーで周囲を黙らせるために誰よりも自分に努力を課すというのが鎌田大地という選手のなんとも天の弱な生き様のようです。ラツヨではそのような誤解を受けたかは分かりませんが、サンディ政権下ではやはり理解を得られず、監督交代によってようやく出番を確保するなど誤解されやすく、それでも自分のスタイルを変えようとしない鎌田は、指揮官との相性はかなりはっきりと分かれるタイプだということは間違いないでしょう。そんな鎌田ですが、今回のクリスタルパレス移籍がこれまでの移籍と決定的に違うのは、なんといってもフランクフルト時代の恩師オリバー・グラスターが誰よりも鎌田を必要としてくれていることです。そういう意味でも、初めはある程度出番が与えられるでしょうから、できるだけシーズンの早い段階でチームメイトやサポーターからの信頼を勝ち取る、分かりやすい結果を出せるかが鍵になってきそうです。クリスタルパレスといえば、今季2月半ばにロイ・ホジソンに代わってグラスナーが就任すると、当初はなかなか白星をつかめなかったものの、4月に入ってからは一気に調子を上げ、リバプール、ニューカッスル、ユナイテッドといった上位に名を連ねる強豪を次々と破り、強烈なカウンターアタックを炸裂させてみせました。その後もシーズン最終盤は7戦負けなし、引き分けを挟んでの6連勝で一時は残留争いに身を置いていたチームを10位にまで押し上げてトップハーフに滑り込みました。そんなパレスの攻撃を支えるのは、なんといってもエベレチエゼ、マイケル・オリーセ、ジャン・フィリップ・マテタの強力フロント3で、常にビッグクラブを含めた複数クラブからの関心が絶えない強力な攻撃陣ですが、彼らの去就と仮にパレスに残留になった場合には、彼らといかに融合し化学
反応を起こせるかが来季の鎌田にとって重要なポイントになってきそうです。そしてここからはプレミア初挑戦となる鎌田がグラスナーの戦術の中でどのように起用され活躍しなければいけないのかを予想していきましょう。オリバー・グラスナーの戦術はフランクフルト時代もクリスタルパレス就任後も基本布陣は 3-4-2-1、 そして最大の強みは高い位置での点を取るための 5-2-3 守備ブロックと速攻です。高い位置で奪うべく的確に遂行されるグラスナーの守備戦術はフランクフルト時代にウエストハムやバルセロナを破って成し遂げたヨーロッパリーグ優勝や今季終盤のパレスが見せたリバプール、ユナイテッドといったビッグシックス食いなどから強豪相手にも通用することを証明しています。グラスナーの戦術は守備地は 5-2-3 で敵陣センターサークルとペナルティーアークの間に前線3人をセットし基本的に誘導をかけるプレッシングを行うというよりも巧みに中央のコースを遮断しながら高い位置で相手のパスを待ち構えそのままボールを奪えば一気にカウンターに持ち込むのが特徴です。センターフォワードはアンカーへのパスコースを切る位置取りを維持しつつ相手センターバックが前進してきたら寄せに出ていき両脇のシャドウはハーフスペース内寄りでセンターフォワードとの距離感をある程度維持し間を通されないよう牽制しつつ相手サイドバックへのプレッシャーもかけられるようにポジションを取ります。こうして3トップの隙間という形でボールの出し先を限定するとそこに顔を出す相手の中盤の選手にはダブルボランチがしつこくついていきそこにボールが出れば激しく寄せて刈り取るかボールを奪えずとも前を向かせない間に良い距離感で構えていた3トップのプレスバックにより高い位置でのボールダッシュを狙います。そうして高い位置でボールを奪えばもともと能力の高い強力な前線の少ない人数でカウンターを完結させて得点を奪うことを志向します。そしてこのグラスナーの守備戦術において重要な鍵を握るのはダブルボランチの守備力とスタミナです。先ほど示したようなシーンではボランチが相手の中盤の選手を前向きに潰しに行くこともあれば相手が外から迂回するようにサイドバックへパスを展開した際は低めに構えたウィングバックに代わってボランチが相手サイドバックの位置までスライドするケースもあります。フランクフルト時代の起用法から見ても鎌田が起用されるとすればこのダブルボランチの位置かシャドウのどちらかである可能性が高くシャドウに使われた場合でも不用意に中へのパスを入られないように相手ボランチや降りてくるインサイドハーフを背中で消しながらコースを限定していく賢い守備が求められます。鎌田も得点力には定評のある選手ですがオリーセやエゼのようにフィジカル的にも優れプレミアの環境で結果を残している選手たちと比べるとまずは守備面のタスクを彼らよりも高いレベルで遂行できなければ彼らからスタメンを奪取することは簡単ではないでしょう。とはいえオリーセをめぐっての獲得レースはバイエルンがリードしていると報じられるなど少なくとも彼が退団することは濃厚とされており鎌田の初期位置はこのオリーセの後釜として2シャドウの一角から始まるかもしれません。またパレスの現在のダブルボランチの位置には29歳の運動量豊富な潰しやウィル・ヒューズや先日イングランド代表入りを果たした20歳の司令塔タイプアダム・ウォートンらがおり鎌田がボランチに割って入るにはいずれも強力なライバルとのポジション争いになります。とはいえ鎌田もこのグラスナー戦術の下で 2-1-2 シーズンのフランクフルト時代ヨーロッパリーグのグループステージアーセナル戦で2ゴールを挙げてマンオブザマッチに輝くなどプレミアの強豪相手にもしっかりと結果を出しており、戦術理解や適応はこれまでの移籍に比べると格段にスムーズに進められる可能性があります。また鎌田のライバルとして名前を挙げた同ポジションの選手たちはオリーセだけではなくいずれも常に移籍の噂が絶えない人気銘柄のため今回の移籍市場で誰が抜けてもおかしくない状況です。鎌田がその後釜に収まるのか、それとも実力でポジションを奪い取るのか、そして現在の本職であるボランチへ移るのか、楽しみなところですね。フィジカル的に優れたアフリカ系の黒人選手が多いパレスの中で細身のアジア人である鎌田の存在は異質でもあり、それだけグラスナーが鎌田の獲得を熱望したことの裏返しとも取れます。やはり先ほど述べた通りシーズンの早い段階で分かりやすい結果を出してチームメイトの信頼を勝ち取れるかどうかがポイントになってきそうです。万が一チームの調子が上向かずグラスナーが解任になりでもすれば監督との相性問題が生じやすい鎌田は新監督の下で一気に序列を落としてしまう恐れもありますから、なおさら早い段階で結果を出すことが重要になるはずです。彼にとって初のプレミアの舞台は決して簡単ではない挑戦になりそうですが、とはいえこれまでどんな逆境に置かれてもそれを跳ね返すだけの努力とピッチ上でのプレーで自らの存在価値を示し続けてきた鎌田のことですから、メンタル的な心配は必要ないでしょう。プレミアリーグという世界最高の環境で輝く鎌田大地の姿が今から楽しみですね。ここまでご視聴いただきありがとうございます。今回は急転直下でクリスタルパレス移籍を発表した鎌田大地移籍の舞台裏とパレスでの展望を見てきましたが、いかがでしたか。ラツィオで出番がなくとも腐らず練習に励んで最後にはスタメンに返り咲いた鎌田、同様に1年前は出番なしのどん底から這い上がったモナコの南野匠、前評判の悪い中実力でメディアを黙らせたリバプールの遠藤航など、個人的にも序列が低い時でも粘り強く努力を続けられる忍耐力こそが日本人の強みだと思います。鎌田にも同じように様々な
メディアの声は黙らせるような活躍を期待していますし、遠藤、富安、三笘、鎌田と4人の日本代表選手がプレミアの舞台で躍動する姿が今から楽しみで仕方ありませんね。クラックフットボールでは鎌田の活躍はこれからも追いかけていきたいと思いますし、日本人選手の活躍については逐一お届けできればと思います。面白いと思われた方はチャンネル登録と今後の動画もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。